皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます、今日も素晴らしいゲストで、1曲目、お届けしましたけれども、クラリネット奏者の柳瀬博史さんをお迎えしております。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。本当に素晴らしい、音色とそしてその魂が込められた演奏ありがとうございました。ありがとうございます、クラリネットの曲ではなくて、本来はこうチェロの無伴奏曲なんですけれども、今日は、ちょっとクラリネットで挑戦してみました。伴奏なしで、クラリネットだけで演奏することもありますか？いやもう本当に珍しいです。珍しいですよね。クラリネットはアンサンブル楽器ですので、ピアノとか弦楽器とかそれから管楽器の仲間とか、そういうアンサンブルが本来のね、クラリネットの演奏スタイルですね、はいはい。で柳瀬さんはクラリネットを、いつぐらいから始められたんですか？クラリネットは中学のブラスバンドで始めました。ブラスバンドで、実は私の姉もブラスバンドでクラリネットをやっていたんですけど。あ、そうですね。はい。でそこから、音楽家、プロとして、歩みたいと、何かもうその始めた時からもうクラリネットが大好きだったんですか？そうですね、私は父親が音楽の先生だったもんですから、小さい頃からバイオリンとかピアノとか習わせられていたんですね。で習わせられるのはあんまり好きじゃなかったんですよね。で、中学校に入ってブラスバンドでクラリネットを始めたら、これが面白くてですね、もう本当にこうしがみつくように大好きになりました。そうですか、はい。じゃあクラリネットの他にもいろんな楽器をもうそれまでやってたんですけどね、相性というのがあるんでしょうか。クラリネットが私にはぴったりきました。そうですか、はい。で今はクラリネットの、演奏家とクリスチャンの音楽家として、ユオーディアっていう、団体の代表をされている、ということで、そうですね、クリスチャンの音楽家の集まりですよね。そうです、今からもう26年前に、6人のクリスチャンの音楽家仲間でユーオディアアンサンブルというアンサンブルを結成したんですね、これはユーオディアというのはギリシャ語で香り、最高の香りという意味があるんですけど、聖書の中ではキリストの香りという時にだけこのユーオディアという言葉を使われるんですね。で音楽に乗せてキリストの香りをもう世界中にこう届けようということで、この6人のメンバーがスタートしたんです、でこの6人のメンバーは今年26年一人も変わってないんです。結成以来6人ずっと一緒。す
ごいですね。すごいですよね。だから音楽を一緒にしてきたというよりは人生を一緒に生きてきましたから、もうみんな家族のような、はい、あの仲間なんですけれど、その仲間が、今度はもっと広くあの日本全国のクリスチャンの音楽家たちにこう呼びかけて、でそして、クリスチャンの音楽家たちの、まあ力を結集して、賛美とそして音楽宣教と、はい、そして音楽教育というものをこうしようということでですね、今一般社団法人になってメンバーは今、はい、全国に 400人ぐらいのメンバーがいます。400名ですか、はい、オーケストラができて合唱団ができて、支部も関西、仙台、沖縄、ホノルル、バンコクにできました。そうですか、はい、いやそこまであの広がったっていうのは、そうですね、ここ何年ぐらいでそのように26年、26年かけてですか。はい、なるほど、はい、そしてなんかアジアに選挙旅行とか、はい、そうなんですね、アジア、まあ、あのタイのバンコクにですね、はい、ある会社がありまして、ね、でそこの、社長さんがクリスチャンの方 で、うん、で私たちの音楽宣教をこのバンコクから世界中に送り出そうということで、ユーオーディア世界音楽宣教センターというものをこう設置してくださって、で毎年世界中に我々を送り出してくださってるんですね。なるほど、今年もですかヨーロッパそしてアジア各国、台湾とか、はい、からタイとかいろんなところに出かけていきますね、うんうんうん、そうすると本当に日本の音楽家たちがもう世界に羽ばたいてっていうか戦況に出ているっていう。そうですね、ですよね、ユーオーディアアカデミーって、はい、今度教育の方にも力を入れているということで、はいはい、それは具体的にどういうミニストリーですか。これはですね、はい、今から9年前に始まったんですけれども、はい、ユーオーディア音楽祭というのをやってたんですよ、それは今でもやってますけれども、はい、3日間でコンサートがあったりそこでセミナーがあったり、うん、そしてレッスンがあったりでみんな寝食を共にしながら学ぶ賛美について学ぶという、はい、音楽祭をやってきたんですけど、これ3日間だけではもったいないじゃないかと、ね、これがもっとこう、継続的に続く学びができないかなということで、ユーオディアアカデミーという、まあ、クリスチャンのための音楽学校ができたんですね。でここではもちろん専門分野の学びもしますけど、それぞれの神様の、恵みの証を、はい、伝えることの証をするその話し方セミナーとかですね、はい、それから賛美歌の生まれた背景を知ったり、うん、作者の信仰を学んだりする賛美歌物語講座とかいろんなことをですね、そこで学ぶんです。とても面白いです。なんか先ほどもちょっとお話伺ってね、3分で証をまとめるっていう、そうそうそう本当に伝えるっていう、もちろん一人一人が持ってる証自体は素晴らしいですけどね、 それを伝えるのってなかなか難しいですよね。ですから授業の始めは、3分間で自己紹介しましょうとかですね、はい、言うと20分とかもは話してしまうんですね。3分じゃ収まらない、はい、でもそれが無駄が取れて取れて取れてくると、はい、本当にこうその方がよく分かる証になるっていうんですかね、うん、関根弘之先生が毎月来てくださって私たちに訓練してくださってます。毎月ですか、はい、なるほど。いや私もぜひいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、出てみたいなと思います。このその音楽祭っていうのは、はい、今年も今年ありますよ。いつ今年はですね、はい、8月の22日から24日、水木、じゃないわ、木金土、木金土、22から24ですね、はい、万座温泉でやります。素晴らしい、はい、ね、温泉付きのリゾートで。そうです。そうなんですよ。私もちょうど今年、行ったんですけれども、はい、本当に素晴らしい素晴らしいところですね。そう、本当にそこで音楽と、そして音楽三昧、賛美三昧、温泉三昧、その情報はどこで、ユーオーディアのホームページにも出てますし、お問い合わせくだされば。そうですか、はい、ぜひね、全国からぜひ、ね、はい、素晴らしいところですし、はい、クリスチャン の方が提供されて、はい、されている、ところなのでね、本当に素晴らしいなと思います、はい、じゃあ、また引き続き、はい、2曲目と3曲目、はい、続けてお願いいたします、はい。
1曲目に演奏した、バッハの作品、そして2曲目に演奏した、ヘンデルの、作品、この2人の、作曲家はですね、バッハは音楽の父とも呼ばれますし、またヘンデルは音楽の母とも呼ばれる偉大な作曲家です。この2人は神様の栄光のために音楽を捧げていった、そのような作曲家です。バッハは生前に友達に宛てた手紙の中でこういうふうな言葉を残しています。音楽の唯一の目的、それは神の栄光が表されることでなければならないってバッハはこう言ったんですね。神の栄光のための音楽、実は私はですね、以前全く正反対の生き方をしておりました。神の栄光のためではなくて、自分の栄光のためにもう必死で、このクラリネットにしがみつくようにこう頑張っておりました。もう私が、目指していたものというのは、それは、人からの称賛であったり、人からのこう名誉名声であったり、まあ、この世の戦いを勝ち抜くために、このクラリネットを吹いていた、音楽をしていた。ですから本当にこう自分の栄光のためにこの音楽の道を突き進んでおりました。そういう、こう歩みの中で目の前にはいつも試験があったりコンクールがあったりオーディションがあったりして、人とのこう競争を勝ち抜いていかなければいけない、そのような中で、まあ、一生懸命やっておりました。私にはクラリネットを始めた時から一つのこう大きなこう目的がありまして、それはいつかドイツに渡ってヨースト・ミハイルスというですね、世界一の先生のもとで勉強するというのが私の夢でした。ですから大学院を出てすぐにドイツに渡ってその先生を訪ねたんです。先生に初めてお会いして、ちょっと一曲吹いてごらんってこうテストされました。でその時に私は張り切って一曲演奏したんですけれども、その時の演奏に対してその偉大な教授はこう言ったんです。あなたの演奏はなんだか機械のようだ、あなたの心が私に伝わってこないっていうのがですね、その先生の私への評価でした。そして教授は言葉を続けてこう言ったんです。私は何人も今まで日本人の学生を見てきたけど、あなたたちに共通して言えることがある。テクニックもあるし、そして勉強もしてきてるし、そしてとてもこう器用に上手に吹ける。でもあなたがどんな心の中の歌を持っているか、どんな表情をしたい、どんな表現がしたいのか、それが私には伝わってこない。それこそが音楽なんだよっていうことをですね、教授はその時おっしゃいました。私はもうたまらなくなってですね、教授に、先生ですから私は本物の音楽をあなたから学びたいんですっていうことで、その教授のもとで勉強することを許されました。まあ、その日私は教授とお別れをして帰る道すがらですね、楽器のケースを本当に握りしめて、もう涙ボロボロ流しながら帰ったのをもう忘れることできないんです。今まで必死でこう頑張ってきたこと、人に負けたくない一心で、練習してきたこと、それは一体何だったんだろうとこう思いました。教授がおっしゃる通り、自分はいつしか一番大切なものをどっかに置き忘れてしまったんではないか、そして虚しい目先のことに、必死になっている自分の姿にですね、もう本当にこう、とても大きな絶望感を感じて帰りました。それからとてもこう厳しいレッスンが続いて、もうクラリネットダメだ、やめてしまおうなんて思ったことがもう何度もありましたけれど、でもそんな時に私にかけがえのない友達ができました。その友達にだったら何でも相談できて、何でも打ち明けることができる、まあ、そういう友達ができたんですね。その友達がクリスチャンで、私を生まれて初めて教会に連れて行ってくださり、そして礼拝に出席し、みんなと一緒に声を合わせて賛美歌を歌った時、私は本当にこう心に温かいものを感じてですね、涙を止めることができませんでした。ああ神様って本当にいらっしゃるんだ、そして心から神様に向かって歌うその賛美というものがどれほど自分の心を満たすのか、そのことを体験したんです。ここに来れば自分の目指しているものが見つかるかもしれないということで、私は毎週教会の礼拝に出席するようになりました。そしてクリスチャンのその友達のお家に足しげく通ってですね、聖書も教えていただきました。そんな中で私もイエス様と出会って、そして音楽をする目的というものをですね、初めてこう知ったんです。それは自分の栄光のためではなくて、神の栄光のためにこう演奏する、そして誰かがこの神様の素晴らしい恵みと愛に
出会うことができる、そのために演奏できたらどんなに素晴らしいだろうと思ったらですね、今まで練習しなきゃいけないっていう脅迫感ではなくて、練習したい、もっと上手になって神様に喜んでいただきたい、また人々に喜んでいただきたい、そう思ったらですね、また大きなパワーが湧いてきました。まあ、そんな私の演奏や、また姿を見てですね、教授の評価もガラッと変わってしまったんです。ある日私をこう食事に招待してくださいまして、その席で教授はこうおっしゃいました。私が初めにあなたに言いたかったことをあなたも最近やっと分かったようだねってこうおっしゃってくださった時、私はもう心の中でですね、もう張り叫ぶように神様ありがとうとお祈りをしておりました。今は私は心の底からですね、神の栄光のためにこのクラリネットを吹きたい、そういう願いを持っております。キリストとの出会いが私の音楽もまた人生をも喜びの歌に変えてくれました。そんな賛美歌があります。救い主は待っておられるという曲を演奏いたします。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にあの柳瀬さんのお証し、何度も実は聞いているんですけれども、何度聞いても本当に心打たれるというか、恵みの体験をいたしました。はい、前回昨年オーボエ奏者の姫野徹さんに、はい、出演していただいた時も、柳瀬さんの影響っていうのをですねお話しされてまして。そうですか。はい。そして確かですね、あの時自分の演奏が、何でしょう、音楽家として一流なんだろう、ミスがないものを生み出そうとして、はいはい、でも神様はその何でしょう、ミスがあっても、
それは神様の、作品だっていうような、はい、確かそういうお話をされてたんですね。あ、なので音楽家としてミスのない演奏だけに集中してしまうと、うん、その本当の、音楽としての何でしょう、心というか、忘れてしまうっていうようなことを、そうですね、ミスは誰でもありますからね、それはそこに焦点が合ってたらいいものは生まれてこないんではないかなと思いますよね。ただこの世の中において、やはりその特に音楽家っていうのは、一つでも音を外したり、そしたらダメですけど、そういう何でしょう、技術面と、どういうふうに調整しているんでしょうか。やっぱり目指すものがどこになるかというので、その変わってくると思うんですよね、この世の中でミスをしたらもう外されるとか、コンクールで賞を取れないとか、それが目的になれば、このその何ですか、消極的な演奏になりますよね、要するに守りの演奏になる、でも自分の心の中にこんな喜びがあって、これを誰かに伝えたいって思った時に、そんなミスとかなんとかもう、なんていうか、してもいいって言うんじゃないんですけれども、それがしない、ミスをしないことが、一番の目的にはならないんですね、これを届けたいって、その情熱があってパワーがあれば、それが何ですかね、演奏のこう本質になってくるんではないかなと思います。ですね、日本人がそのヨーロッパに渡って、そして、今特にその音楽家がクリスチャンになるっていうケースが多いと思うんですけど、私もそうですけれども、とても多いですね、やっぱり同じような理由ですかね、日本の中では、競争社会でっていう、そうですね、あるね、スイスのテレビ局が、一つの大きなコンクールをこう題材にインタビューをした番組作ったんですよ、それはコンクールの舞台に出て降りてきた人たちにみんなインタビューするんですね、どうだったですかって、で、欧米の人たちはどういうかというと、最高だった、もういい、頑張ったって言うんですよ、日本人はどういうかというと、ダメでした、ああもうちょっとこうしてらよかったんですけどって言うんですよ。だからそこが面白いなと思って、と言って賞を取るのは結構日本人が多いんですよ。そうですか、でも、欧米の人たちは、その背景が我々とちょっと思考的に違うのかもしれないんですけど、もう一生懸命これ以上できないぐらい頑張ったんだから、それは自分にとって最高の演奏だという思うんですね、でも我々日本人のこう、今までのこうなんていうか思いというのは、評価されないと、いい演奏じゃない、どれだけ頑張ってもまだダメだダメだってこう言ってる、私もそうでしたけれども、そういうのは本当にこう染み付いてるのかもしれませんよね、そこからこう解放されて、本当に、何でしょう、そのもうな殻を外された時に、本当の音楽の喜びが見出すっていう、逆に自分が客席に座った時にどういう演奏が聴きたいかっていうと、そんな上っ面なこう見せかけの演奏聴いたってつまんないでしょ。そうなんですね、本当にこうその人の人となりとか、心が届かないと、満足できないですよね、でやっぱり本当に演奏する側もその場に立たないと、本当にこう、できないと思うんですね。音楽っていうのは一方通行じゃなくて、聴いてる方との共同作業で生まれてくるものだし、もっとこう神様に捧げて神様が喜んでくださるっていう、この、リレーションシップが音楽だと思うんですね、そして今年7月に、大きなコンサートがそうなんです、今年ユーオディア管弦楽団合唱団というクリスチャンばっかりの音楽家で編成したこの、ユーオーディア管弦楽団合唱団の20回目の記念コンサートがあるんです。20回ですか。東京オペラシティで7月の27日土曜日、2時からの公演と、そして、6時からの公演、2回公演いたします。2回公演ですね、これにはぜひ来ていただきたいです。私もぜひ、スケジュールに入れて、ぜひ来てください、私たちのこれまでの歩みの集大成だと思っています。本当にその1回前、
ていうのか、はい、去年は被災地でも、はい、地でこのコンサートされたということなんです。そうなんです。仙台と福島で行いました。はい、いかがでしたか。いや、これもみん仲間に呼びかけて、総勢40名のですね、オーケストラと合唱団で行ったんですよ。40名。そしたら仙台ではもう来てくださる、みんな整理券で来てくださりましたので、はい、入りきらなくて急遽2回公演したんですね。そうですか。それぐらい本当にこう待っていてくださって、うんうん、また喜んでくださって、でそして被災地のこの仮設からもたくさんの人が来てくださったんですけども、もう本当にこう涙流して感動してくださいましたね。でそこで、ただ慰めの言葉ではなくて、うん、神様の約束の言葉、福音を、音楽を通してお伝えすることができたことは本当に素晴らしかったなと思います。その7月のコンサートで、はい、本当にたくさんの人が、はい、その福音に触れ、また音楽に、はい、触れることができるように、ありがとうございます。ぜひ全国から、はい、オペラシティにぜひいらしてください。はい、これは出ていただいている全員に質問していることなんですけれども、はい、柳瀬さんにとって、はい、賛美とは一言で言うと何ですか。もう賛美というのは、もうしなければならない、なんか自分の存在そのものっていうんですか、そう思っています。存在そのものですね。はい、なるほど。本当に素晴らしいなと思います。まあ、聖書の中にもね、黙示録の4章11節に神の喜びのために我々は創造されたっていう言葉がありますけれども、うん、賛美することが私たちの、本来の姿ではないかなとこう思っていますよね。うんうん、本当にこの賛美を通して、日本からまた世界に、本当に福音を伝え、はい、そして人の、本来作られた意味ですね、そうですね、それを伝えられたら素晴らしいですね。これからも、はい、ユオディアの働き、そして柳瀬さんの働きが、祝福されますように本当にお祈りいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。また共にやっていきましょう。はい、ありがとうございました。今日は、クラリネット奏者の、柳瀬博さんに、出演いただきました。これからも、この番組に多くの、クリスチャン音楽家、いろんなジャンルで、演奏されている方がおりますけれども、クラシックのその音楽を、学んだ方、そのような音楽家たちも多く起こされていることを、今日知りました。ぜひそのような方もご紹介いただけたらと思います。それではまた次週我が魂の賛美でお会いしましょう。ありがとうございました。